今回は知っていると役に立つしのぎの筋を話していきたいと思います今回ですね黒の締まりに対して白が両方から詰めている形ですねでここで一番厳しい手はこっちにつける手があるんですねこの手は非常に厳しい手なんですねで黒としてもですね状況はこれ詰められるとまあ受けぐらい受けといた方がいいんですが何かね、まあ、ただね あの受けれ状況によっては受ける余裕がない時ありますので、まあ、この白にですねこちらに付けられた時に、まあ、黒どうすればいいのかっていうのを今回ねやっていきたいと思います。で黒この時はこちらに打つのが一番いい受け方ですね。他の受け方だと例えばこういうふうに受けると出られて、まあ、こういうふうに打ってもこうやられて、まあ、継ぐとですね羽根ツギを打たれまして。 切られて、これれ切られてしまうとちょっと黒困っってしまうんですね。こっちの黒助けると,助けるとこれで、まあ、ここの黒が取られてしまいますしここのここの,ここの黒をですね何かこういうふうに当てていくのは抑えられてねやっぱここの今度はこっちの黒石取られてしまいますのでこれ困ってしまうんですね。 まあ何かこういうふうにつけてもこういうふうに下がられて、まあ、結局こういうふうに打っても結局これで取られてしまうわけですからねこれ抑えられるとやっぱりこの隅の白っていうのは取れないですからこれ黒困ってしまうんですね。だからこういうふうに受けるのはこれ逆に危ないんですねソフト危ないんですね。これ逆に なんか妥協してるように見えて逆に危なくなってしまうんですねこういう風に受けても結局こういう風に受けられてこういう風に白に出られてしまってこれも真っ白に渡られて黒危なくなってしまいますからねここは強くこういう風に強く打つことが一番いい手なんですねで、白こう打った時にここで断点が気になるんですが繋いでしまうと 羽根つぎを打たれるんですねで、またこっちの羽根つぎも打たれましてこれ白が先手で生きた形なんですねこれはまあこういう打ち方もあるかなとは思いますねただ白が先手を取って好きなところを打つことができますね一応考えられる手ではあるんですが、まあ、ちょっと黒不満なんですね下がりで頑張るのは ここで下がりで頑張るのはハネ継ぎを白にハネ継ぎをたれてやはり切られてしまってまあちょっとねやはりここ切られてしまうとちょっと黒としても嫌なんですねまあこういうふうに打って曲がれば隅の白は取れるんですがまあこちらに一回こちらに白に打たれまして、まあ、これを決められてまあこのハネですかね まあこの掛けが先手になってしまうんですねでこういう手も全部先手になってしまうんですね取れはするんですけどこういう当てとか効いてますから外側の白が非常に手厚い形になってしまうのでこれ取れても良くないんですねというわけで次もちょっと不満とで下がりも良くないと でここで知らないとなかなか打てないんですが、これぶつかりが最善の受け方なんですね。この手が知らないと打てないので、この手が一番いい手なんですね。これりが一番気になるんですが、まあ、こういう風に打ってもいいんですよね。まあ、これ逃げたら跳ね継ぎますからね。これは隅白の方が危ないですから、跳ね継がれると。まあ、白としてはですね、一応この、 こここちらに跳ねねれれれればです、ね、これ渡れるんですす渡るんがこれは抜きが先手で効ききますよね抜きが先手で効いてまあここら辺に下辺開くことができますからこれ状況的にね両方詰められた状況で、まあ、黒かなりいい形ですからね白石も1個取ってますからね。これは黒不満ないかなと思いますね。ほ、まあ、他にはですね切られた瞬間こっちに跳ねツぐ手もあるんですね。 まあこれは、まあ、白が押さえてきてもここに下がれば、まあ、これは隅の白危ないですからこれ黒大丈夫なんですね。まあ、こっちついてきたらまあこっちに跳ねててねどんどんこ,ここの黒はどんどん張ってて大丈夫ですし、まあ、押さえてきたら跳ねればいいので、まあ、隅の攻め合いはね大丈夫なんですねど、まあ、例えばこうホウ込みとか全部こういう風にやってきてもこうやって取ってもツナ、まあ、いでて大丈夫ですね。 繋いでてもまあ、詰めてきてもこれで当たりですからね。だ、攻め合い大丈夫なんですね。だから怖くないんです。跳ね。継げば怖くないですね。なので、まあ他に変化としては下がりとかですかね。下がりもまあここの手がありますからね。ここがね先に打てますから。まあ繋げば。まあ、手打って。 まあ1回手手数伸ばすすのがい,い手なんですよねこういう,風にこうやって手数を伸ばすのがいい手で白、まあ、がなんか無理やりねダメ詰めてきましたら一回切りましてまあ引きですかねまあこうやってきたら、まあ、こうやってこうやってこうですかね。まあ手が効いて、まあ、これ一応ここでね角 まあイマにこうやって打つ手がいい手でこれでね黒、まあ、あと4手ありますからねこれ取れてるんですよね。ちょっとこれで白がもう逃げようがありませんのでこれで取れてる形ですので大丈夫なんですね。なのでまあいろいろあるんですが。 これはまあ状況によって黒が選択権あるんですね。ま、カフェの方向大事だと思えばます、まあ、こ,こっち打ってもいいですし、こっち打ってカフェの方開くでもいいですし。しまあ、隅取っちゃうのもいいと。この羽根つぎでだからきりは全然怖くないんですね。なので、このぶつかりさえ知っておけば、まあ、白のつけという手はま非常に厳しい手なんですけど、全然怖い手ではないということがわかるかなと思いますね。 なので、まあ結論としてはし白としてもですね、切りはちょっと無理なんですね。なので、まあ白も跳ね継ぎを打ってくるのかなと思いますね、ここで跳ね継ぎと。で、まあこれ繋いで大丈夫ですね。ここに繋ぎが来れば、もう霧に対してはこのかけで取れてますので、もう切り全然怖くないですねで。白下がってくると。で、こうやって。 多分こういう,ふうに、まあ、多分目いに目っぱい頑張ってくるんですねで受け方は掛け継ぎとか飛びとか桂馬とかいろいろあるんですけど、まあ、これ状況によって使い分けないといけないとは思うんですが、まあ、こういう手も形に見えるんですが、まあ、ここもあると思うんですがこれ伸びがまた利いちゃうんですよね。また切る手があるのでまあでもこれもあるかなと思いますね。 伸び気かされてもまあ、白も隅いっているのでいけるんですが、まあ、曲がりがいい形ですからね。まあ、この後はこういう戦いになるかなと思いますね。まあ、もっと軽く打ちたいなら桂馬とかで。まあこれは隅戻りぐらいですかね。で、また、この右辺の白を今度攻めていくとまあ、こんなような戦いもあるかなと思いますね。まあ、だからこれがね。まあ、結論としてはぶつかりさえ知っておけば？ まあこの黒はですね、簡単にしのげるという、そういう、それだけね、覚えておけばいいのかなと思いますね。というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。